ぼちぼち時間だ。エニエスロビーでの戦いでルフィたちはゾロとサンジを連れ戻し、つい戦場から逃亡したティーチの行方を麦わら白ひげ連合は懸命に追ったが、まだ直接対決する気のないルフィたちの追跡が空回りする一方で、黒ひげ連合の動きは衰えることはなかった。巨大化した兵力はその圧倒的な兵力を引き、海軍科学部隊の拠点を吸収した黒ひげ連合は戦闘丸をダイヤルの力で支配し、彼にこの深刻な事態を収拾すべく、海軍本部は大将キザルとガープを現場に急行させた。ありゃエネルじゃねえか。あいつも黒ひげと組んでるんだったな。海軍と戦ってるみてえだが、パシフィスおそらくパシフィスタの指揮官を見ろ、ルフィのじいちゃんもいるぞ。おめえら、いつまでも高みの見物はしてられねえ。だが黒ひげ連合も海軍も今脅威なのは黒ひげ連合の成長の速さだ。いつか奴らの背後を取って海軍が俺たちと連携。ここは賭けだが、劣勢なのは海軍だ。よし、マリモは引っ込んどろ。海軍と強いのはどいつだ。いつの間に手を組んだんだ。海軍と手を組めりゃ黒ひげ連合との戦いが楽になる。ここで恩を売っとこうぜ。まずは海軍に連携の話をしねえとな。俺はキザルんとこに行ってくるぜ。
までだ。これは珍しい客だね。敵は同じ黒ひげ連合、ここは強撃といかねえか。海賊に頭下げるわけにもいかんでしょう。そっちが勝手に合わせるんなら止めないよ。それで十分だ。各所で進軍が止まっています。
後悔するなよ。野郎ども、今だ。戦闘丸めがけて進撃するぞ。生意気な真似をするじゃないか。パシフィスタよ、我が力でよみがえれ。人間どもを焼き尽くすのだ。雷でパシフィスタを動かしやがったのか。面白いことをしやがる。驚くのはまだ早いぞ。三刀流奥義、六道の辻。パシフィスタが連携しだすと厄介だ。今のうちに一匹ずつ潰しとけ。三刀流奥義、六道の辻。ここまで追い込まれるとは、わしも驚いた。
了。どけ。ここまでにしておいてやる。私は神のあるべき場所に帰ろう。近頃は生意気な小僧がいたもんだ。海賊と同感た世も末じゃな。え？ふう、困ったね。海軍と海賊が意気投合しちゃいかんでしょう。俺はまだまだ強くなり。おお、海賊だが。これだけの賞金首を目の前にして、もちろん君も例外じゃないよ。すっ、プル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 。おお、本部から連絡が入ったようだ。おお、まあ政府の意向なら仕方。ガチャ、どうした。当面は黒ひげ連合の打倒が最優先。海軍を海賊と組ま、そんなことを大声で言わんでくださいよ。
後で正式に海軍本部から話が行くと、あともう一つ。君と君の部隊に対する処分だが。ダイヤルの力が周知のことになったいか。ルフィ、お前らと海軍もお前らと争って、おめえが見ても黒ひげ連合の常に同感。まさによ。もちろん長年海兵をやってきたわしで。もちろんだ。黒ひげよ。ああ。始めようか、小僧ども。黒ひげ連合は世界の勢力バランスを覆すほどの、しかし戦闘の総指揮権が海軍側にあると主張する赤犬と、元船員のティーチに対し黒ひげ連合との決戦を目前に控えて、麦わら白ひげ連合と海軍。海賊どもに協定を持ちかけたんは、わしゃ海賊どもと手。待てよ。なんじゃ。今ここで俺たちとやり合えば、お互いの戦力。たかが黒ひげじゃ。海賊どもの。それができねえからこうなってんだろう。知ったふうな口を聞きよるの。おやじまずいぞ。エースが一人で海。エースめ。赤犬が…父さん、エースを助けて。小僧、おめえ、俺たちにとってエースは家族。野郎ども、エースを救い出す。所詮は白ひげも黒ひげも海賊じゃ。海賊という悪を許すな。くそ、もう止められねえ。助けて、次に退却するんだ。
誰か退路を確保しとけ。残りは俺と来い。エースの救援に行くぞ。退路の確保は任せろ。エースは頼んだ。親父もエースの弟もみんなで無事で帰るよい。Sing
上出来だ、モリア。 怪物には違えねえだろ。やれ！ あ、
し合いな。ぜははははは。白ひげを操れりゃ怖いものなしだぜ。想像以上の力だな、黒ひげ。こっからもっと面白くなるぜ。親父、もっと暴れてやれ。ティーチの野郎。白ひげのおっさん、目覚ませよ。耳障りだぜ、放ったれども。くらえ。歯食いしばれ。アイアルクルシは防ぐすな。どうした。ふざけた真似を。どう逃がすか、不幸ども。わしは海軍本部中将じゃ。いや、助けは来わねえよ。どうした、どうした、どうした、どうした。しっかりしてくれ、親父。どうした。ダメだ、俺たちを敵だと思い込んでるみてえだよ。いおっさんをぶっ飛ばして止めよう。どうした、どうした。ダイヤの力には抗えないか。歯食いしばれ。ダイヤの苦しは防ぐすべなし。くらえ。どうした、どうした。ダイヤルの支配を破ったってのかよ。たち、俺はここまでだ。さらばだ。おやじ。そんな、おやじが。死んでやがる。立ったまま。ぜはは、モリア、始めろ。ブリックバット。
せてやるよ最高の賞を。ブラックボックス。なんだありゃ、一体何が起こるんだ。おめえらに俺の力を見せてやろう。これでこの世界の未来は決まった。そう、ここから先は俺の時代だ。おやじ、おっとっと、嘘だろ。黒ひげのやつ、どうした。絶対に許さねえ。おやじの仇は、てめえを倒す。俺を止めてみろよ。どうした。どうした。やるべきことは変わらんわい。海賊どもは残らず仕留めるんじゃ。誰も逃がさないよ。どうした、どうした。さあ食いしばれ。アイアルクルシは防ぐすべだ。あいつは状況が読めねえの。面白くなってきたところだ。おとなしくしていろ。お前の相手をしてる場合じゃねえ。おりゃピーチ、どうした。覚悟してもらえ。どうした。うぜえ、この俺に勝てると思うか。ハークリパイ、バカモン、してみろ。本当には逆らえねえよな。この力はまだ制御しきれねえか。モリア、あとは任せたぜ。ティーチ、逃げんのかよ。どうした。どうした。どうした。身の程を知らぬやつだ。ああ食いしばれ。アイアルクルシは防ぐせん。どうした。ああ食いしばれ。アイアルクルシは防ぐせん。どうした。わしを舐めてもらっては困る。どうした。退けねえよい。食いしばれ。
アイアルクルシは防ぐすな。どうした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 。やってくれる。ここは退いてやる。どうした。どうした。くそ。どうした。もっと力があれば。どうした。親父を死なせることはなかった。お前の仲間がもっといりゃ救う道もあったかもしれんのじゃが。わしゃ海軍本部中将じゃ。
か。ナイスブロック。やめとけ、頼みますよ。魔王にサイガー解いておれ。どうした、どうした、どりゃ。無駄だってんだよ。本体を倒さねえとどうしようもねえ。赤門、出る杭だろうが俺は誰にも潰されねえ。潰されねえ、そう言い切る根拠のなさこそがてめえの経験の浅さを。ゴムだから。ごめん風船。ゴムゴムのエガント、
おい、どうし、や自分の無謀をた、に、白ひげを、海軍。もうやめ、ティーチだろ、ダイヤルの、赤いね。俺は、この状況、だが、やむを得ん。エースの音、赤いのは、ルフィ。じゃあ、じゃあ行こう。